What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマン2、見るの禁止縛りシリーズ。第2弾、サピエンザ。スーツの上、気絶なし。殺害なし、発見なし、アイテム持ち込みあり。アイテム投げるのなし、ノーダメージ。インスティンクト使用禁止。難易度マスター。で、ターゲットを暗殺する際、ターゲット見るの禁止縛り。サピエンザ。まあ、今回、まあ、どうやってやろうかね。いろいろ考えたんですけど、まずピストルで左上ら辺を撃ってもらって。まあ、バール取ってね。で、ロックピックを持ってきてください。で、ピストル装備して。で、最初別にそんなね、スピード勝負ってわけでもないので、急ぐ必要はそんなにないんですけど、ここで待ってると、正面にいる人が前に行くので、彼が行ったら俺たちも行きます。で、装備してカメラをポン。で、まっすぐ行って、で、ここでね、ロックピックを使って先にここの扉を開けておいてください。で、中に入って持ってきたシーカー。この銃を使って彼に一発ぶち込みます。それとね、少しだけ待つと今ぶち込んだ兵士がどっか行くんで、彼がどっか行ったらバールで気絶させる。まあアイテム投げるのなしなんじゃないかって思うかもしれませんが、まあ別にこれその普通に近づいて殴っても何も変わりません。基本的に僕がいつも書いてるアイテム投げるのなしっていうのは、アイテムを投げて敵の注意をそらして、そのおびき出したり誘導するのに使うっていう意味でのアイテム投げるのなしなので、まあ別に今のもそのなんていうの、投げずに接近して殴っても全然いいんでね。でここを普通に水出して、でここでね、電流の ICA リモートテーザーを落としてください。で、ターゲットを暗殺するときに見るの禁止であって、決してターゲットを気絶させるときに見るの禁止じゃないので、縛りクリアしてます。でも何度も言ってますが、この気絶なしっていうのもターゲットのみ、ターゲット以外なので、ターゲットの気絶は OK。で、ちょっと待ってください。これシルビオ・カルーソタイミング合わせて一発撃つ。で、降りる。で、まあ適当にこの辺りでセーブしてください。まあ階段途中でもいいし、適当にこの辺で。で、セーブが終わりましたら上に戻って、でね、部屋の中に3人同時に入ってくるんですけど、カルーソと護衛2人。その護衛とカルーソの間が毎回毎回違うんですよ。で、まあ、これくらい離れてたらいけるんですけど、で、ここ僕なぜかね、弾外れたんですが。まあ、距離によっては巻き込んじゃう時とかもあるんで。2ターゲットダウン。Now destroy the virus.一応それだけね、注意してもらう必要があるんですが、まあ、こんなもんです。あとは脱出するだけで完了ですね。1人目は遠隔リモコン式感電子なので、ターゲット見てません。で、2人目も、上のシャンデリアを落としてますからターゲット見ていないので、
芝居クリアということで、次回マラケシュでお会いしましょう。じゃあな。What the...